I'm Japanese singer, so I'm compose my song. I make my song and lyric, so I'm singer, Japanese singer. よろしくお願いします。私は有坂恵美です。日本で歌唱しています。よろしくお願いします。あなたがアイドルだということはできますか？アイドルというよりもシンガーソングライター、自分で曲を作ってます。コンポーザーだと思います。アラサー女で女子会と遊具違い、ミュージシャンとか役者とかどうなり、ただいまと帰れば愛する小説がしこ、医者とコンコンクレック耳を溶かせても平気な自分のバカが帳消し、何が欲しいんだって、私たちはどうなくて汚れることが強かった、目の前の人とただ幸せになりたいって、なんと別れが分かんない抱き出した友達に、浮気ぐらい我慢したらどう返した、次は変だな、自転のない幸せ目に見える
しか私が記憶となっていて汚れたと諦めた目の前の人とただ幸せになりたいだけ一緒とどこに帰りお帰りと繰り返った彼氏の物語続きが読みたいだけなんだメシ悪い知らせ誰かがあなたの携帯電話を盗んだそう携帯電話をパリで盗まれました、シャルル・ド・ゴール空港に着いて1時間以内に乗り換えしてる時にこうポケットに入れといたら盗まれましたでも、せー
フランスは今年戻ってくることは重要でしたか？フランスには日本人にとって大切なものがありますか？そうですね、フランスは、私はロリータ、 I'm ロリータ、 so I'm, so I'm love ロリータファッション、 so なのでフランスの I love ロココスタイル、 so I love Marie Antoinette because I love France です。 so 私はフランスが好きです。今年戻ってくることは重要でした。はい、どうでしたか？あなたは全部自分で払ったのですか？はい、 I paid all of myself 全部自分で払いました。フランスの CD、 はい、そうですね、あなたは音楽とあなたの全ての歌、言葉を書いてますか？はい、私は自分の曲を全部作曲しています。 I make my song all song、 はい、 all of all、はい、あなたの好きな曲は何ですか？またその理由は。私の好きな曲はいちご戦争、いちご戦争という曲があります。それはいちごワーズ、それはMV、 ミュージックビデオになっているので、Please show my YouTube video。 アップルパイキラー、エディタルトオブホーム、ホームタルトオブホーム、
すでに8年以来ステージ上にいます。私は最初は、地下アイドル、日本で地下アイドルをやってたんですけど、それからバンドをやって今は一人で活動しています。いろいろあったけど今が一番いい方法、いいスタイルだと思っています。はい。あなたはミュージシャンと一緒のステージで、彼らはいつも同じ人たちですか？あなたの番ですか？そうですね、彼らはいつも同じ人たちです。ギター岡田ピロー、ベースバババビオ、ドラムス大輔徳美音。そうです、あの全部同じ、same バンドメンバー always。 So they are very good player です。はい。戦争についてポジティブな曲ですか？いちご戦争は15歳の時、フェン
when I was 50 years old. So, 私があの持った夢を諦めない。Don't never give up my dream. そういうような曲です。Dream come true. そういうような曲です。自分でこの MV を作成しましたか？そうですね。自分でこの MV を、あとそのバンドメンバーと一緒に作りました。ナイスイバク！私もあったよもっとすぐ来た実はだ気がするわけないからみんな結婚してこの日大学だったのだってが今お給料で寝てるのかそれなのに私が素敵に待てる方がいい覚えていますか？はい、私は10年間あの応援してくれてたファンの人が、まあ、亡くなったんですけど、まあ、それはすごい悲しいことで、今まで12年間活動してきた中でそれが一番悲しいことでした。ジャパンエキスポに出たこととかフランスに来れたこととか、たくさん成長したことを彼にも見てほしかったなと思っています。ファンを亡くしたことはすごく悲しいですけど、でも私は彼にできるだけのことをしたので後悔はありません。これからもファンを大切にしていきたいなと思いますし、そのあのファンを亡くして追悼ライブをしたことで、そのすごい彼が私を有名にしてくれたので、たくさんのテレビやたくさんのメディアが世界中で私のことを取り上げてくれたので、彼が起こしてくれた奇跡だなと思っています。メッシーボークパリー、ありがとう。じゃあ聴いてください。負けないロリータスで愛好家がやらない7つのこと。3、2、1、ストップ。
またフランスに必ず戻ってきます。またフランスに必ず戻ってきます。今年のジャパンエキスポも出たいし、来年のジャパンエキスポも出たいし、またパリでライブもしたいです。なのでフランスの皆さん、私のことを待っていてください。ありがとう。メルシーボクー。